どうもこんにちは、ドンコメです。今度はジェットスターですね。ジェットスターの話がメインなんですけど、その前に、羽田空港や成田空港へのリムジンバスを運転している東京空港交通労働組合がですね、3月22日に24時間ストライキを行うと予告しているようです。現時点では見つけたのはバスに貼られた貼り紙だけの情報なので、ホームページ等にはまだ何にも情報が出てないんですね。とは言っても22日ということはもうあさってなので、ちょっと緊急性があるかなと思ったので一応動画の冒頭で取り上げさせていただきました。まあ、これも空港関連ということで、ちょっと航空関連の方はあんまり景気がよろしくないのかなという印象がいたします。では話は本題に入りまして、ジェットスターストライキその後について取り上げたいと思います。スライドにもあります通り、3月26日再びストライキ突入かということでですね、ジェットスターの方、去年年末ストライキがあったんですけれども、また3月にもう一度ストライキを行う可能性が高くなってまいりました。で、前回の2023年12月のストライキを振り返りますと、ストライキはクリスマス直前の2023年12月22日から2024年の1月7日まで、つまり年末年始の書き入れの時の時にストライキが行われたわけですね。ただ実際には1月1日に能登半島沖地震がありましたので、ストライキ自体は1月1日で中止となっております。ジェットスターの労働組合 JCA の戦術についてちょっと特徴的な部分を取り上げたいと思います。まあ、年末年始の繁忙期にストライキを打ったということで、短期間で会社に効率的に大きな経済的ダメージを与えることに成功しています。JCA が公開している音声の中で、1月1日の音声だったかな。地震が起きる前の時点の労使交渉の時の中で、損失が確か5000万円とか言ってたような気がするので、まあ、実際にもうちょっと大きな損失を会社が受けていたものと思われます。またこういった手法によってですね、世論への認知拡大もうまくいったんじゃないかと思います。ただ、諸刃の剣と書いてありますけれども、ストライキをすることによって、やはり利用者が多い時にやったということで、迷惑を被った人もいますから、そういった人に恨まれる可能性はもちろんありますから、JCA、労働組合の方も、評判が落ちる可能性っていうのは十分にありました。まあ、これはいろいろ賛否あることかと思うんですけれど、まあ、どちらにしろ、ジェットスターではストライキが起きるぐらい、会社と労働組合が揉めてるようだっていうのは認知拡大はしたんじゃないかと思います。で、さらにですね、特徴的なのが、指名ストライキという戦法を今回取っています。一般的にイメージされるストライキっていうのは全面ストだと思うんですけれども、まあ、社員ないし、組合員全員がストライキして、まあ、その会社の業務が停止してしまうことで損失を与えるというのが一般的だと思うんですが、指名ストライキ、つまり特定の人だけストライキを輪番的に行うことで、まあ、通常勤務する社員が出ることによって、その人たちは給料が発生するんですね。通常の仕事してますから。まあ、これは飛行機の、まあ、一人でもかけると大きな影響が出るという特徴をうまく活かした戦術だと思います。まあ、例えばですけれど、飛行機、客室乗務員の方たちが乗ってても、パイロットがいなかったら飛行機は飛べませんよね。パイロットに限らず、客室乗務員さんもそうですし、保安検査場の職員さんが来てなかったら荷物も検査もできないし、まあ、そういった感じでですね、一部の人を輪番交代交代でストライキすることで、効率的に
会社側にダメージを与えることに成功しています。ストライキに至った主な争点、具体的に細かい話とかは以前の動画とかでも取り上げているので、今回はざっくりと触れるだけにします。去年の12月のストライキで主な争点となったのは、3つ4つですね。未払い賃金の問題、主に時間外労働。2つ目が未払いの通勤手当。これは、利用者が激減した時に減額されてた分があったらしいんですね。その減額された分を払ってくださいという主張がありました。もう一つは組合事務所掲示板の斡旋。まずそもそも組合、労働組合の存在を認めてくれという部分にもつながる部分だと思います。その他と書いてありますけれど、こういった要求をしたことによって、会社がしてきた不当労働行為などについても、合わせて要求といいますか、反発をしているわけですね。で、今回の2024年3月のストライキ、まだ予告している時点なんですけれど、最速で3月26日にストライキ突入する可能性があるそうです。3月26日っていうともう1週間ないんですよね。で、今回のストライキに至った主な争点っていうのは、さっきのその他に書いてあった不当労働行為ですね。特に大きなものとしては、JCA の組合委員長に対する根拠不明な訓練。これは2月16日の団体交渉の音声で明らかになったんですけれど、JCA の組合委員長も、もちろん、なんていうんだ、一般の職員なんだわけなんですけれど、どうも何かトラブルがあったらしくて、それに対する教育的な訓練が行われたらしいんですけれど、会社の規約に根拠のないような訓練をやらされて、その後適応障害を発症して、現在休職状態になってしまっているようなんですね。これが不当労働行為だとして、組合側が問題視しています。でもう一つが、JCA 執行委員に対する懲戒解雇ですね。もともと諭旨解雇だったんですけれど、期限までに応じない場合は懲戒解雇と宣告していたらしくて、時期的にも前回のストライキに対する報復ではないかと言われています。この辺は新聞の記事などで読んだ方も多いのではないかと思います。つまりですね、今回のストライキっていうのは争点がもう完全に会社対労働組合のバチバチの対決になってしまったわけなんですね。これはもう前回と大きく違うところですと言えるかと思います。もう一度スライド出てますけれど、前回ストライキとの違い、期間が定まってないんですね。前回は12月22日から1月7日っていう具体的な期限が決まってたんですけれど、今のところ期限が特に出てきてないんですよね。もしかしたら無期限の全面ストの可能性もあるということです。で、しかもなんですけれど、今春闘真っ只中じゃないですか。だけど今回のストライキって春闘の賃上げ交渉とは全く無関係なんですよね。で、話してる内容を聞いてても、とてもその交渉をしてるとは思えないわけで、今から春闘の賃上げ交渉をもしするんだとしたら、そっちの方の葬儀でゴールデンウィークなどにも影響するぐらい長引く可能性があると思います。会社の態度を聞いてる限りでは、おそらく、3月26日のストライキの方もこのぐらいまでずるずる続いてしまう可能性もあるんじゃないかと思っています。そんなわけでですね、今回はですね、判例集というものをちょっと用意してみました。というのも2月16日の音声、団体交渉の音声の時に、会社側がやたら判例っていうのを言ってたんですね。こういう判例があるから、会社側もこういうことしていいだろうみたいな主張なんですけれど、ちょっと無理があるんじゃないかなと思ったんで、こちらとしても判例を出して、説得するのがいいんじゃないかなと思いました。
まあ今回はちょっと組合寄りな判例ばっかり持ってきてるんですけれど、会社もそれなりに調べてくるのかな。まあひとまず見てみましょうか。まず一つ目はですね、タクシー会社の懲戒解雇事件についてですね。これは平成12年にあった話です。で、事件の概要です。Y 社のタクシー乗務員 A、括弧して労働組合支部役員を諭旨解雇処分、他3名を14日間の出勤停止処分などの懲戒処分が実施されたというものなんですけれど、判決としては先に言ってしまうと懲戒処分は無効という判決が出ております。で、まあ、この葬儀の経緯なんですけれども、タクシー会社の Y 社は駅の構内に入構してタクシー営業をしていました。まあ、いわゆる客待ちの営業をしていたわけですね。で、この駅構内への入構に関して特に規制っていうものはそれまでなかったんですね。ところが会社側が確実で未交代勤務での入構規制を始めたんですね。つまり全員が駅に入るんじゃなくって、まあ、何人かのチームに分けて、交代交代で出勤してもらった方が、まあ、会社の都合がいいんでしょうね。ただ、タクシーっていうのは、歩合給、つまり、頑張った分だけ収入が増えるような仕事ですから、その歩合給が減少する懸念で、労使での対立が発生しました。しかしその後 Y 社は、最初に提案した2交代だけでなくって、3班体制のさらなる規制を一方的に実施したようです。で、まあ、この Y 社っていうのは N 県にあったんですけれど、 N 県タクシー X 労組支部が労使協議を求めるが Y 社は拒否。 X 労組支部で役職だったY 社の運転士 A に対し、業務命令違反、組合員先導で社内秩序を乱したとして、Y 社は A を諭旨解雇処分とした。また、同組合員の B から B、C、D ら3名を14日間の出勤停止処分とした。まあ、こういう経緯があったわけですね。多分なんですけれど、この X ロソっていうのは、Y 社の会社の中にある組合じゃなくって、N 県全体の労働組合って感じなんだと思います。その中の支部として、まあ、Y 社支部みたいなのがあったんじゃないかなと思います。でですね、まあ、原告の主張をまとめると、処分は労働組合弱体化意図のもとに行われていて、不当労働行為であり懲戒処分は無効であると原告側は主張しています。被告側の主張はですね、駅入構規制は経営権に基づく判断であり団体交渉事項ではない、業務命令に反したのだから懲戒処分は有効と真っ向から対立しています。で、争点として駅の入構規制は団体交渉事項かっていうところがあると思うんですけれど、まあ、被告側の主張としてはそういう規制をすることにより増収が見込めるといったことを言っていたようです。ただ原告側はその根拠に裏付けがないとして、この規制自体が労組弱体化を意図しているとその点を主張していました。まあ、実際文書にも書いてあったんですけれど、規制により Y 社の収入が増収したとは言えない状態だったようです。まあ、そんなわけでですね、ポイントか、 Y 社は労使協議を拒否していました。で、2回ぐらい協議会を開いたらしいんですけれど、まあ、それだけでは不十分と指摘されていました。また X 労組支部関係者 A から D だけを懲戒処分した、まあ、つまり組合関係者だけを狙い撃ちした処分をしているっていうことですね。それから
入校規制は組合員の労働条件に重要な影響を及ぼすから団体交渉事項であると、そういった指摘がありました。結果判決としては懲戒処分は無効と判決が出ました。ただし慰謝料に関しては一部のみとなっていました。長くなっちゃうので省略します、まあ、とにかく判決としては懲戒処分は無効だということです。2つ目の事例いきます。パワハラセクハラ報告報復懲戒解雇事件、これは平成19年の判例です。事件概要です。 A 財団の S 総務部長が H 常務理事のパワハラ等の報告文書を理事長に提出したところ、不当に降格配点され、さらに諭旨解雇された。判決としては解雇処分は無効となっております。細かく見てみましょう。経緯、 A 財団の常務理事 H 被告の言動により職員の意欲が低下していた。原告 S 総務部長はこれを問題視し、特にパワハラ、セクハラと思われる事項について詳細な報告書を作成し理事長に提出しました。原告 S はこれを内部告発と捉えていると書かれていました。被告 H は原告 S を降格処分しました。原告 S は降格処分に対する対抗措置で先ほどの報告書を外部の報道機関に提供したようです。これを情報管理義務違反であるとして原告 S を諭旨解雇処分としたといった経緯だったようです。で、主張をまとめます。被告側の主張としては、報告書の外部漏出で A 財団は名誉が毀損されて損失を被った、だから解雇は妥当であるとしています。で、原告の方の主張ですが、そもそも被告が事実や報告書を無視し調査も行わないまま降格人事を行おうとしたことが発端であるとして解雇は無効だと主張していました。その結果判決としては解雇処分は無効だという判決が出ました。まあ、ある意味当然ですよね。パワハラセクハラの報告書を作って、そもそも H 常務理事だっけ、そもそも最初にパワハラセクハラがなければこんな報告書を作ることもなかったわけですし、それはやはり一番最初に悪いことやった人が悪いよなっていうのは納得の内容ですね。まあ、慰謝料は50万円相当って書いてあるんですけれど、ちょっと少ないかなとは思うのは、この未就労期間の賃金賞与も支払えという内容がありましたので、まあ、そっちの方で結構な金額になるからだと思われます。はい、さてさて、ちょっとまあジェットスターの葬儀の話で使えるかなっていう判例を出してきたんですけれど、まあ、ジェットスターはこの場合この判例を踏まえてどういう結末になるんでしょうかと気になるところです。で、今度判例じゃなくって、罰則とかのことをちょっと調べてみたんですね。まあ、労働基準法、労働組合法関連の、関連する罰則等を調べてみました。まず一つ目が、強制労働の禁止というものがあります。労働基準法第5条にはこのように書いてあります。使用者は暴行、脅迫、監禁、その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して労働を強制してはならない。まあ、なんでこんなものを出したのかというと、先ほどの委員長 JCA の委員長に対する、根拠不明な教育というのがちょっと詳細がよくわからなかったんですけれども、もしかしたらなんかこういった内容が絡むものなのではないかなと思ってちょっとピックアップさせていただきました。
まあ、これに対する罰則が労働基準法第117条に1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金刑とありました。10年以下の懲役ですから結構重いんですよね。もしそういった内容が行われていたのであればこういった求刑もあり得るんじゃないかなと思います。2つ目は解雇の予告ですね。労働基準法第20条にはこうあります。使用者は労働者を解雇しようとする場合においては少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとあります。この罰則は労働基準法第119条に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑とあります。で、先ほども話した執行委員への諭旨解雇通告、振り返ってみると3月7日に JCA 側のツイッター X で発信があったんですね。で、これ期限が14日だったので通告から期限までが7日間しかないんですよね。となるとこの解雇の予告が3月7日が初めての通告だったとしたらこれにも触れてしまう話なのではないかなと思いました。次は3つ目です。労働時間です。労働基準法第36条にはこうあります。ちょっと前略してますけれども、要はサブロック評定ですね。これは結構聞いたことある人も多いんじゃないかなと思います。書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところにより、これを行政官庁に届け出た場合においては、中略してその協定で定めるところによって、労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。これがいわゆるサブロック協定。まあ、つまりですね、基本的にな仕事のスタイルって9時5時とかじゃないですか。で、休みは土日とか。ただ航空業界だけに限らず、まあトラックとかもそうですけど、電車もそうですけど、365日24時間動くものじゃないですか。そうなると、まあ、特殊なこういう、なんだろう、休みの取り方とかも、ちょっと効率決めたものにしないといけないじゃないですか。まあ、こういうのはちゃんと書面による協定をして、行政官庁に届け出ないとダメですよっていうことを言ってるわけですね。で、これに違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑、さっきと同じ内容になってまいります。ジェットスターの場合は多分このサブロック協定がなされてないんですよね。あったのかもしれないですけど、なんか最近になって作られたとか、発足当時はなかったみたいな、団体交渉での発言があったかと思います。はい。で、続いてですね、不当労働行為ですね。今度は労働組合法になります。第7条にはこうあります。使用者は次の覚悟に掲げる行為をしてはならない。1、前略として、労働組合の正当な行為をしたことのゆえをもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取り扱いをすること。これはしてはならないと書いてあるわけです。罰則として労働組合法28条には救済命令等の確定判決に違反があったとき1年以下の禁錮もしくは100万円以下の罰金またはその両方と書かれています。まあ、これの場合は発行しなさいっていう判決が出たのにそれを守らなかった場合の罰則ですね。まあ、特にこれに関しては、まあ、ほぼタイミング的にも明らかに会社側が報復人事をしたと見られてるでしょうから、
結構これは会社不利なんじゃないかなと思っています。まあ判例判例って言いながら主張してる場合には結構法律に引っかかってる主張をしてるんじゃないかなとジェットスターの会社側について思うんですよね。まあ向こうの主張っていうのもしっかり聞かないとわからないっちゃわからないんですけれど、どうもそこまで考えてないんじゃないかなという一通り音声を聞いて思っております。はい、では今回お伝えするのは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、高評価していただけると嬉しいです。またジェットスター関連続報がありましたら改めて動画を作りたいと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。またのご視聴お待ちしております。それでは失礼します。